イオハマル、どうも、しょうまるセブンでございます。はい、今日はですね、ダイヤさんの方のランクマッチの解説していこうと思います。では、まずはチャンネル登録やろう、スタート。はい、流します。なんかブラハが、しんがりになって左展開してる。これぞ見てる、これ撃って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 、ホライゾン割れた、ホライゾン、ホライゾン割れた、オッケーオッケー、ホライゾンクトロ、ホライゾンやった、ホライゾン、天才天才、詰める、バッて巻いて詰める、いくよ、マリさん行こう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 、裏からバリ撃たれてるわ、のっかきをつって、いや、ごめん、レイチに撃たれた、コブラハ、コブラハ、はい、うめぇ、左展開してる、これが見てる、これ撃ってる、まあこれはまあ割と単純な話な気するな。ホライゾンクトロ、ホライゾンやった、ホライゾン、天才天才、詰める、バッて巻いて詰める、うん、まあここのワンダウンで、まあ3対2を仕掛ける、まあ、判断はまあしてるんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、バラバラになってしまって、まあ格好撃破みたいな感じになっちゃいましたね。まあここのスキャンでまあ、まず1人と2人、あと2人なんでね、まあ、ここのスキャンで、まあ、どちらを狙うかっていう話し合いを、まあ、しなければいけない、瞬時にね。まあ、ここでいったらまあ左ですね、まあ、ほぼ間違いなく、まあ、左ちょっと誰か分かんないけどまあ誰か分かんないけど、まあ、左狙おうっていう話をして、すぐにフォーカスをこいつに合わせる。でその後にこっちですね。ただそうしなかったですけれども、まあ、しないで最初ね、まあ、レイスが敵とワンワンして負ける。で、その後、プラハもこのレイスとワンワンして負ける。で、ジブがまた、その最初のやつとワンワンして負ける。負けてしまったって話ですね。うん。で、敵、プルーダーなんでね、まあ、単純な話、打ち合いの差があるのではないかな。うん。まあ、ワンワンしたら負けてしまいますね。オッケーオッケー。はい、2本目です。詰めるけど、あ、でも、自分、エイム置いてんだよ、こうな。あまりさん、国で裏取っていいかも。OK、中段の裏取るわ。先に行って。割れたの、割れたの、また、いいよ、いいよ。ジバルチって、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 ジブ挟め、ジブ挟める。よし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 よはい、ナイス。あれ終わってなくね、終わってる、ジブ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 、あ、起こそ起こそ、やっとくやっとくやっとく、ナイス。ややややこいつらもプレデターっぽいな。あ、いや、それはわかんない。別別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 一応フェニキ、フェニキ入れて、フェニキ入れて、いやいやいや、食べてフェニキ多分負けると思うな。回復ない回復ない回復ない、それはもう、見とくから見とくから、待って見とくから、回復して。俺階段の上の方見とくね。はい、メリキュアどうした、メリキュアどうしたから、メリキュアどうしたから、メリキュア使うよ。ブラハだけ見るわ、だけかわかんない、もう一回スキャン入れる。サージ、サージ割るよ、あいつ、あ、今そっちする、そっちする、助けて助けて、来たホライゾン、やばいこいつガチで、いや、ごめん、またこいつらかい。まあそうですね、まあ最初の足なんだけれども、まあここ、まあ裏取り冷静させるのは別に合ってるとか、いいと思う。国で裏取ってるかも、うん、一つの選択肢としてね、先に割れたの、割れたの、これ全然ありですね。でここジム出てきたんでね、これチャンスでしたね。うん、まあこれ突っ込むのも正解だって、引けるとこまで、引けないとこまで出てきたからね、って。うん、ただちょっとここ怖いんですよね。わかります、これ前道具ですね、ここ詰めるとき。これ今敵グレー投げてきたからいいけど、ここでさ、まあ敵銃ぶっ放してきたら多分きついですよね、不利なんですよね。まあもう引けないポジションまで来てしまってるからね、一時的に。
なので、マイドームで、まあ、詰めるときに、避難しないように、ドーム出した方が安全だと思います。うん。うん。よし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 。来た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 。まあ最初のセンターそんな言うことないかな。まああとジルはちょっと遅れて後ろからもらっちゃったって話なんだけど、多分ブラハのスピードでまあ行けばね、知らなかったんじゃないですかね、これわかんないけど、うん、まあジルの視点見ないとはっきりとわからないけど、まあ最初のセンターで言うとそんなもんかな。まあそんなにない言うことは、まあドームあった方が安全だったかなって話ですね。あとこの後ですね、まあ、味方のジブは回復ねえとか言い始めるんだけど、あらかじめ多分受け取っておかないといけないんですよね。まあ、特にバッテリーとか医療キット、まあ、その辺は、まあ、1個でもなかったら、受け取った方がいい。絶対に。うん。この辺でもたついてるからね。回復ねえ、回復ねえって。うん。ここで敵がもしもっと近かったら回復できずに戦ってることなのかね。もうその時点で不利だからな。で、まあ、スキャン。うん。で、ちゃんとウルトは壊す。まあ、ちょっと反応遅れだけどね、ブラッドワンの人は。まあ、これドームは一応守りっちゃいいんだけども。まあ、どうも別にいいや、これで。うん。ただ、レースがこれ死んでしまったのは、まあ、一番の範囲かな。まあ、むしろこれが悪い。これのせいで負けたね。レースが死んだせいで負けた。死ぬまで撃ち合っちゃいけないっすね、とりあえず。まあ、味方のジムの回復を一旦待つような味方しなきゃいけないね。まあ、どういうことか言っても、チラ見です。チラチラ撃って、近づけさせない、そういう動きが大事でしたね。うん。で、味方が回復し終わったら、まあ、どっちからか3人で押すって話ですね。まあ、これはこの間言った、挟まれた時の対処法っすね。片側3人で、まあ、人数の少ない方を押すってあるんですね。基本的に挟んできてるんでね、まあ3対2、もしくは3対1がっていきます。まあ正直この後はしょうがない。まあこれも強引にやりに行かなきゃいけなくなったしね。一人死んだせいで。しかも相手プレーターだったから強かったね。まあそんなところですかね。別に特にいいことないっすね。まあこれ知るのは良くないって話かな。まあすぐに引けるようなポジション。まあここで行ったら、まあ、ですね。この壁。この壁を使って打ち合うべきかな。うん。うん、そんだけっすね。まあ特に今回言うことはそんなにないですね。まあ細かいところが、まあ細かいミスでちょっとやられてしまったかなって話ですかね。まあ今日のとはそんなもんすかね。まあ全然言うことないですね。うん、あまり言うことはなかったですね。まあ一戦目はまああ報告してちゃんとフォーカス合わせよって話ですね。バラバラで行ったら負けてしまうよって話。まあ二戦目は回復受け取っておくことと、あと死なないようなね、見方をしなければいけない。まあそんな話でしたね。うん。はい、じゃあ今日の動画は以上でございます。まあ何かね、質問や意見がございましたらコメント欄にください。では、お疲れちゃーす。はい、ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、やろん。またね、バイバーイ。うん、最高。